までの演技企画アンドミス、この場合は編集は今日はね、金曜日なんでだいぶね、テンション高くやっていきます。今日も頑張りましょう。全然集中できないな。はい、おはようございます。この日は10月5日土曜日、休日ですね。やっと来ました、休日で。ちょっとね、先に言っておきますと、この休日、今日のね Vlog は午前中は今回の動画で、午後はね次回の動画になってるっていう感じなので、ちょっとねいつもと違うですが、よろしくお願いいたします。というわけで、さあ朝いつも通りカフェオレを飲んでいきたいと思います。で、来週から動画がちょっとね週に1本とかになりそうなので、ちょっとね先に聞いておきたいことがありまして、一週間のうちに何曜日に動画投稿するのがいいと思いますかねっていう、お前が決めるよって話だと思うんですけど、今考えてるのは水曜日か木曜日あたりがいいかなと思ってるんですけど、もしね、そういう何曜日がいいとかあれば教えていただけると嬉しいです。というわけで、はい、この後、はい、基本情報テキストね、やっていきたいと思います。今土日にね、こうテキストを読むっていうのをやってて、だいたい土日に半分やって、次の土日にその残りの半分やってっていう、2週間に1周するっていうような感じでやっております。で、平日はだいたいいつも過去問道場を1日150問やって、1週間に何問だ750問かやって、土日に何問かやってっていうような感じです。というわけで、はい、動画編集終わりまして、このまま散歩行っていきたいと思います。てか最近天気悪い日多くないですか？なんか雨降ってなくても晴れじゃなくていつも曇りで、本当ね最近ずっと水たまりがあるような感じするんですよね。はい、おはようございます。今日はねちょっと午前中しっかりやって、午後はねちょっとダラダラしたいと思いますとか言ってますけども、今回の動画はこの午前中だけなので、また午後はねダラダラするので次回の動画で上げたいと思います。はい、というわけで、栗が落ちてるんですよね。もうこんな時期ですよ、10月。もうね、秋ですね。はい、戻ってきまして。
さあここからねまた基本情報ここからね過去問道場をやっていきたいと思います。さっきねテキスト一応半分読み終わったのでここから余った時間はだいたい過去問道場で問題演習ですね。全く集中できません。というわけでちょっとね一旦中断します。そうなんですよ、この日はねちょっとあんま集中できない日だったんですよね。なんですけどまあこうやって朝ちゃんと勉強してちょっとねその普段やんない空気自転車に空気入れたりとかしてなんだかんだで11時40分というわけで今回の動画はここまでです。お昼寝しておやすみなさい。